初めまして、ロンドン在住のプロダクトデザイナーの沖恵美子です。今回は、その他5人合わせて、日本人のデザイナーでグループ展をしています。で、今回の、テーマが捕食ということと、あと、本屋さん兼ギャラリーというところで、展示をするということで、ちょっと、本に関係したものを今回はデザインしてみました。ここにあるのが、新作なんですけど、名前は、ブックドっていう、ブックエンドのシリーズですね。本立てで、ですね、見ていただければ、まあ、大体わかるかと思うんですけれど、その本立てにプラスアルファの機能を持たせてみたらどうかなと思いまして、デザインしたのがまずこのテーブルです。で、このテーブルは、本立てなんですけれど、その延長線上にこうカフェテーブルがついている。で、この半分で合わせると、まあ、こうテーブルになって、まあ、お茶を楽しんだり、あと、まあ、本をちっちゃい本を置けたりとかして、まあ、そこでリラックスしたスペースが、作れるという感じですね。で、ですね、どうしてこういうものを作ったかというと、私の、まあ、個人的な経験なんですけど、なんか本棚のちょっと前のあたりに結構いろんなお土産物とかオブジェとか文房具とかをこう置きがちなんですよ。で、置いちゃうと今度本が出しにくい。で、こう慌ててる時とかにこうやって出すとバラバラバラって出ちゃったりなんかして、ちょっと面倒くさいなと思ってたことがありまして、その経験をちょっと生かしまして、じゃあどうしたらこう可愛いものを飾りつつ、でなおかつ実用的な本棚が作れ、ブックエンドが作れるかなと思ってデザインしてみました。ということで、このテーブルもこの本棚のこの部分ですね、ここを活用してテーブルを作ると。あとはそうですねじゃあ将来の夢ということなんですけれど、今ロンドンに住んでいて、で、日本人ということで、できたら、イギリス半分日本半分の生活をして、で仕事もその架け橋になれるようなデザインなり、あとその他のことでも、なんか私だけで私ができるお仕事が将来できたらなって思います。